お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、こちらの新鋭隊ボールブレイカーデッキですね。はい、今回こちらをね使っていこうと思うんですけど、あーなんかえぐいデッキ来たなとは思ってくださって皆さんいいんですけど、ですね、僕最近勝手にね、本当に個人的ななんですけど、アップデー後だからとか正直あんま何も関係ないんですけど、新鋭隊にちょっとねハマってる自分がいますはい、マジで誰得やねんって感じなんですけど、新鋭隊がなんかねやっぱセパできて、7コスっていうのがちょっとまあ微妙に重いかもなんですけど、セパできて、まあ、陸受けれて、しかも両サイ、セパできる、受けが強い、でも両サイにできる、とりあえず出せるっていうので、結構なんか新鋭隊が最近すごい強いなと思ってます。なんかまあミニペッカとかがまあちょいちょいいたり、まあペッカがね、新環境、距離が長くなったとか、短くなったとかちょっと言われてますけど、強化だ強化じゃないとか言われてますけど、まあ、関係ないですね。ペッカにも強いです。はい、というわけでですね、ただただ個人的に新鋭隊が来て、それにねウォールブレイカーが刺さるで、今なんか真夏のウォールブレイカーゾーンなんでね、はい、これがね今来てます。というわけで、まあ、ウォールブレイカーもね使ってやっていきたいなというわけで、こちらからじゃない、今ねちょっといっぱいしちゃってるからね、気にせず見てもらえたらいいかなと思います。というわけで、よろしくやっていこうと思います。で、結構ね、最近ゴボリも、なんか環境変わった後にめちゃくちゃ流行ってますね。なんか、なんだろう、マジゴレにゴボリが入ってるデッキとか、マジで何にでも入ってますね。ロイジェイが大きく変わったのがタルババが減った。タルババが減って、やっぱマジアチョが強化とかされたんで、まあ、それに伴ってロイフグとかもすごい増えましてね。なんかマジアチャープラスのロイフグの、まあ、相性がいいと言いますか。結構、マジアチャ使うデッキには工場馬場だったり、ロイフグだったり、そういうのが入ってくるんですけど、まあ、そのロイフグとか増えてるからっていうのがあるのかもしれないんですけど、まあ関係ないかもしれないんですけど、まあゴボリがね、結構今来てますというわけで、まあ、ゴボリあるだけで結構陸全部メタみたいなとこあるんでね。ゴボリあれば、なんで、ゴボリあれば、ゴレとかもね、そういうのも全然守れちゃうんで、ゴボリ入れて、空多めのデッキとか結構いいと思いますね。っていうのをみかんさんが言ってましたね。なんかゴボリと、なんかで、どうにかなるみたいに言ってたんですけど、まあ僕もね、思いました。パクってないです。決してパクってないです。なんで、まあ、ゴボリ入れて、ゴレ、ゴレ、ジャイとか、ロイジャイとか、基本全部受けれるんで、あとは後ろから避けるマスケットと、まああとはね、ガゴムレとかやりゴム、まあ、僕だったらそういう小物系好きなんで、まあ、そういうのね、ぶっこんだデッキっていうやつで、結構舐めてるじゃないですか、みんな新鋭隊とか、ウォールブレイカーとか、まだなんだろう、まだは特にまあちゃんとしたカードなんですけど、思ってる以上に強いですね、思ってる以上にマジで。これ結構ガチなんですけど、これゴボリでイージーですね。つって、プリンセスとかはウッドがない分ね、しっかりディガーでね、処理していきたいですね。まあ、ロリババ化を受けて、圧倒的にもうロリババ使うメリットがなくなりましたね。本当に使わない方がいいレベルまで落ちちゃいましたね。まあ、適当にこれ新兵隊セパして、新兵隊じゃねえ、ウォールブレイカー。まあ、でもこれ、あれが竹取ってるんで、これ両方入る。ドーン。あ、惜しい。まあ、これだけで400ですね。で、まあ、どっちかにディガープラスオールブレイカーしてもいいし、まあ、そこは結構気分みたいなのがあります。で、これのデッキは、ガゴムレもあるので、新鋭隊にガゴム、新鋭隊セパ、ガゴムレセパとかもできるんですけど、これね、なんか、ウォールブレイカーとかに、ね、結構相手は雪玉とか打っと必死に裂くんですよ。そうすると、こっちの、まあ、他のね、やりゴブとかも結構ね、相手からするとザップとか打たないとすごい辛いカード。だし、ウォールブレイカーに雪玉とか咲かせておいての、もうねそこに咲いたらガゴムレ来るよってやつですね。なんで結構まあスペル枯渇みたいなのがありますね。最近雪玉すごい流行ってますけど、もうこれこういうところにつけて、まあなんかこれにマスケカプリン来るんで適当にね出してあげて、あとも追加してね、来ないんかーい、もうこれで終わりましたね。なんかちょっとねそんなに終わっちゃうんですけど、あ、これマジで、もうマジで使ってほしいですね。結構久しぶりにちょっとデッキ作ってみたんですけど、いや楽しいですね。楽しい。マジでガゴムレに雪玉咲いたら、ウォールブレイカーとかやりゴブとか、結構そっち系のね、細かい系がだるいし、逆に
ファイボも先に行く、サイタラサイタラマスケットが生きるし、逆にポイズンだったらマスケもガグムレも生きるし、新エタにねポイズン打ったらとかもうね、いろいろもうどこにスペル打っても足りないみたいなのがありますね。なんで相手がボーラーポイズン嫌なみたいなだったらもう終わりなんですけども、それ以外だともう結構何でもいけちゃいますね。ラバとかバルーンとかにも雪玉のガグムレとかあって、枯渇にもね、まあ枯渇どうだろう、でも言うてなんかディガーがあるんで結構ガグムレディガーとかが鬼刺さったりします、ね、はい。というわけで、あーはーのしょっぱなうちディガーはマジシャシャリス、これ良くないです、よろしくないです、絶対真似したらダメです。たまたま盾の選手が横に出てきたんですけど、初手内側ディガーは甘いですね、はい、絶対したくないです、トレーナーで禁忌とされてもう不利になっちゃうんで、はい、気をつけてください。というわけでディガー最短で、これ本当は逆サイにウォールブレイカープラスディガーで攻めたいんですけど、ラブ展開されてないんで、ここはね適当に逆サイドをやっぱ攻めたいね、逆サイドし本当に新入れたい多めでね。タレババ久しぶり見た、マジめっちゃ久しぶり見た。ちょっとやりゴブで、あはー、でもこれはやりゴブが全部処理してくれるならば何も出さなくていい。オッケーオッケーオッケー。でこのまあベビーのダメージが痛いから、普通にベビドラの後ろにベビドラが今タワーの竹取ってからガゴムレ出してからのディガーでもよかったですね。そしたら相手に、まあ、雪玉かポイズンか使わせれてたんで、まあでもこれでもゴボリグラバーに対して別に腐っちゃうので、まあこれでもいいかなっていう感じですね。でこれは右側が左側にマスケット攻めたいんで、このタイムぐらいで出すと、ああ危ない危ない危ない。でここでゴボリ咲いたんで、相手は施設ちゃんがね、施設ですね、施設がないのでこのボールブレイカー受けにくいっていう、タレパフだけだとドーンっていう、まあ、一発でかいですね。あとはディガーと、あとはベビドラがあるんで、まあ、やりゴブ後ろから流しつつベビをゴブ振りで受けて、その後ろからのあれで殴りたいですね。よいしょ、あれですね、レイのやつですね。ここでこの間に、あ待って、ゴブリン溶けるの早い、待ってやばいやばい、いい感じにベビー殴られちゃってる、いい感じにベビー殴られちゃってますけど、マスケットが結構ヤックスするのと、空が強いのと勝手にゴブリン殴るんかーいって感じですね。で、今ゴブ、これやると、まあゴブリ出るんですけど、言うて、まあ、刺さらなかったら刺さらなかったで、あと1個守ればいいから。よいしょ、まあゴブリ置いて、まあマスケットにポイズン打たしつつ、インディーですね、インディージョーンズ。インディージョーンズとドラドラジョーンズなんで、これはもう最後は時間稼ぎで、新兵隊のいいところは時間稼ぎもできちゃいますってわけで、この辺もね、ポイズン避けて、時間稼ぎして雪玉でね、はい、って感じで、なんか、マジで多分グラチャー優勝できますよ。やってから言えと、はい、そうします。マジで、なんか、ね、スラスラ勝てます。マジで。ちょっと待って、順守しようかな、このまま。行っちゃいますか。あんちゃん。今日の動画ちょっと30分ぐらいになっちゃうかもしんないんですけど。ウォールブレイカーで順守しようみたいなの見たいですよね。でもマッチングちょっと長いんですよね。問題なのが。マッチングが長い、マジで。なんですけど、あ、そう、ゴボリ優秀ですね。まあ、言うのとかもう何でも止まっちゃいますね、陸すべて。陸すべて何でも止まっちゃうゴボリンからの、これは、スケと言うのってことは三死かな、三死だったら、やばい、待って。三死は話が違う。あ、これ、エリポン置かれたんでちょっと助かるんですけど、これ今、後ろからケツ30死セパレートしてたら、あ、僕30死マジでどうにもできないよ、ゲーミングなんで。このタイミングで真ん中30死が来ると、ちょっと萎えますね。まあ、相手もでも、これ見て萎えてそうですけど。ふふ。お前、なんだよ、それって。ああ、いい。ウォールブレイカー入るし、支援隊も入るし、槍ゴブリンも入るし、有能、エリポン壊せて、なんか有能もなんか処理できそうですね。あ、これあれですね。ゴボリ最強ゲーミングですね。イエーイ。で、相手対空が、まあ、ハンターがあるんで、ガゴムレないと思うんで、ここで雪玉咲いて防衛しますね。え、強っ！マジで。ゴボリ強っ！って感じですね。なんで、僕としては、後ろから30死された時に、後ろ親衛隊で合わせちゃうと、親衛隊だけただただ端のね、ここで処理されちゃって、いい感じに相手は30死残っちゃうんで、三死に対しては、ケツマスケとかで合わせて、端前三死をこう、親衛隊とかで、ね、抑えたいですね。僕からすると。ちょっと微妙に後ろからして、ディガーで。あ、一発ありますね。ほい、ドーン。あ、でも、気づいたこれ。ディガー、エリポン残されたのと、一個漏れない説が出てきた。危ない危ない。これ雪玉で、やばい。ゴボリ、こっち来て。うぃー！
神行き、時間稼ぎからの神行き。で、こうやってウォールブレイクやっちゃうとハンターとかでいい感じに処理されてオワコン塗っちゃうんで、一回待ちの、ここでリボン置くとうまいですね。ここでリボン行くとうまい、マジで。ここでは絶対裏にあれディガー来ると思うんで、そう、あっちを絶対頑張るんで、こっちのね、確実にこの2ヤードぐらいを消していきます。イエス、オーイエス、オッケー、死んできましたね。これに対してはしっかり受けて立ってからの、あ、端前でね、あの三子だけ処理したいですね。コジョババぐらいならなんとか耐えれるんで。あはー、これが甘いっすね。でも右のマスケン見したかったんで、そう、こうなるとあの左の三子2体がちょっと厄介になります、ね。まあ、でも言うて、あのガゴムで OP ゲーミングまであるん で、あとこのゴボリが頑張ってくれますね。この辺一応攻めて、マジでゴボリが全部止めてくれるんで、あのゴボリ信用しまくってるんで、僕あの、ゴボリ信者までありますね。ほら、もうゴボリが頑張ってくれてますね。マジで。ゴブリ最強なんですよ。使った方がいいですよ、マジで。あ、だってし、ウェイ。あはーい、気持ちいい、やば。これいいっすね、マジで。というわけで、ちょっと3戦でワンチャン終わる予定ではあったのものの、もうちょっと行きたいですね。はい。ということで、おかわりバトルやっちゃいます。でも、一つ懸念点としては、マッチングが長い。マッチングが長いので。おぉ、早い。素晴らしい。んー、よろしく。いいっすね。新スタンプ、シーズン、まあ、シーズンなんだ、砂漠、この砂漠の新しいのって、新スタンプが出てるじゃないですか。課金でもらえる。僕、あれ欲しいんですけど。んー、やっちゃうよスタンプですね。あ、これ三子だ。マジ、やばい。これ、ゴムレも三、あ、クロスでしたね。三子じゃねえわ。クロスは、いや、マジでわかんないんですけど、でも、端前ウォールブレイカーが相手絶対きついと思うんですよ。クロスに対して。ウッドサイタンで、これもうウォールブレイカー出すだけで、クロスにドンドンって入っちゃうんで、これもう相手つらいですね。もうつらい。わかるわかる。見ててわかる。これだってもう、これで、まあ、僕としてはこのクロスがやっぱ厄介なんで、防衛クロス残さないようにしっかりやっていきたいですね。ユキまで打っちゃって、もうゴリゴリ。ゴリゴリでいきますけど、僕は守っただけのつもりなのに、右側のターンにダメージが入ってます。はい。守ると、勝てます。はい。っていう感じで、あと1500なんで、まあ、残り500ぐらいまでいくと、ディガープラスで行きダメで結構いけちゃうん で、このケツマスケは右側2300まで削られてて、5打たれる可能性があるんで、打たれたら打たれたで、こっちのガゴムネとかが生きるんで、まあいいかもなんですけど、まあ、打たせないようにしていきます。でこれも新鋭隊からのウォールブレイカー。あ、マジこれ、セパゲーですね。新鋭隊ウォールブレイカーやり込む全部セパれます。もうとりあえずセパっとけばなんとかなります。ウェイ、ああ、いい、見て。ウェイ、えぐ。これ楽だわ、このデッキ、マジ。あんまりよろしくないかも、言うのが。まあ、でも楽っすね、マジで。新鋭隊セパして、なんか、やり込むセパして。とりあえずセパレートみたいなのがありますね。で、このままは端前。今回は端前ですね。削りを入れていきます。あ、で、削りを入れていきます。まあ、スケで受けてきたら、あー、なるほど。これ、ごぼうりで一回受けて、からの、あ、これ、リセットがないんで、タワー、そう、竹がないんで、これ気をつけた方がいいですね。で問題は、これが結構厄介。こういう系になっちゃうと結構厄介。そう、でも、このマスケで、この遠距離マスケで、これギリギリ打ち抜く。蹴るとでかいですね。これ延命されちゃうともう僕の負けムーブみたいなことになっちゃうんで。ご親衛隊経過。ああ、しゃしゃった。でも全然親衛隊経過じゃない。クロス経過ですね。まあ、ディガーでも、これ、スケが来ますね。うわぁ、来なかったー。うわぁ、相手いい。防衛しますね。まだまだ470なんで、親衛隊始まり出してあげれば、こっちのものもなりますね。OKOK。からの、マスケッティーヤからの、で、逆サイリガーですね。ここで、左のクロスにばっかり行きすぎると、僕もダメージ稼げないんで、ここでしっかり攻めてあげると、相手はね、守りもしないといけないんで、そうするとこっちはクロスをいい感じに抑えれて、そしてね、攻めが決まっちゃうと。やばい、これ、おかわりゲー説あるですね。おー、やばい。マッチング時間が長すぎて、カットマンで行こうと思ってたんですが、やっちゃいます、スタンプ登場というわけで、飲み物飲もうとしてたら、
やっちゃうさんとマッチングしましたね。いや、やばい、このスタンプやばいっすね。マジで来季さんにしか見えないっすね。あの人じゃなくて、あのもうコードが、いいやっちゃうよ、えぐい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 、こっちのなんかね、つい手、いいやっちゃうよって、あのこのね動画越しでやっちゃうよってやっちゃうん で負けちゃうまでありますね。それでうわはー、これは一回、いいやっちゃうよ、あのマジで忙しい忙しい、あはー、うまいうまい。それはでもディガがビビ立ててるのがラバホリですね。ラバマンっすね、ラバマン。で、マスケはほんま避けたくないんですけど、まあ、あの、このダメージちょっと痛いんでね、割いちゃいます。え？違う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 、俺の話したらやっちゃうよーって、もう話が違う、マジで。で、あの、これは、まあ、とりあえず親衛隊でいいかな。で、相手のこの、チョスケが歩いてくるのに、いい感じに合わせるように、ちょっと低めのね、位置から。そうっすね、あの、ごぼりを出さなかった理由は、そう、バルーンの可能性があった時にちょっとだるいなって思って、こう、釣れることができるんで、あ、痛い痛い痛い、待って、行き玉、あー、打てばよかったけど、ちょっと反応遅れたからやめた。でも、相手も結構なんかやったよね。結構やったよね。辛いよ、君。君。はーい。いや、マジで、こういうこと。なぜかわかんないけど、刺さると。いや、ちゃよ、じゃねえよ、だから。ちょ、待って、このスタンプ、マジで、え、僕だけじゃないっすよね。いやー、やっちゃうよーってマジで、もううるさいね、これ。なんか、僕、クラローン2に、あの、普段からなしでやってるんですけど、クラローンありで、このスタンプ押したら、いいやっちゃうよって言ってる説がワンチャンあるまであるですよね。おー、やるね、君。なかなかやりますね、それは。えぐいぐらい、いいやっちゃうよって気に入ってるやんって。俺も気に入ってるけど、いいやっちゃうよーって。マジで、ついやっちゃうまでありますね、これ。ここはまあまあ爆破で死ぬんですけど、こやつら、あの、しぶといんで、耐えちゃうんですよね。ああ、でもこれちょっと厄介ですね。一回ちょっと休憩で置いて、休憩で置いてからの、まあ後ろから殴って、ああ、相手ディガー削りですね。マジで。まあディガー削りですけど、まあ一回後ろからですかね、あの、インフルエンタワーがあると、ウォールブレイクを投げにくいマンがすごいですね。これマスケで、同サイだと巨スケの爆破で死んじゃうんで、逆サイ合わせつつ、あのベビドラ追伝処理できます。オッケーオッケー。これやりこぶ出して、ああ、それはちょっとうざい。ちょっとうざいですね。これでもワンチャン気合でいける？気づいた。俺気合でいく。やばいやばい。気合で、俺の気合全然足りねえ。あ、待って、負ける。全然普通に負けるじゃーんって。さすがに？さすがに全然負けちゃう？いや、まだ参る。橋前挙手系からのぐらいか。いやあ、それちょっとだるい。マジでだるい。いや、終わる。普通に負ける。いや、でも、普通に負けるのはありえないんで。オッケー。これも気合で防衛して。オッケーオッケーオッケー。いやいいよ。全然いい。全然いい。で、問題、ディガーは守れない。ディガーは守れないもん。あ、でもディガー相手防衛使ってるやん。あ、もったいないもったいない。もったいない。マジもったいない。で、ここは、あの、ウォールブレイク出してもインフェンターで守られちゃうんで、一回このセパゲーしてからの、セパゲーからのセパゲーからの、あれが厄介ですね。あれさえ壊しちまえば、もうこっちにも。このベビー無視して一回。ベビー邪魔。ベビー邪魔。一回防衛。オッケーオッケー。あ、これたまたま。オッケーオッケー。おいしおいしおいし。次バルーン来ると、雪玉もこれもないんで、速攻始めが囲まれ出さないといけない。高めますけど、バルーン警戒の、警戒しすぎか？いやでも、いや、そんぐらいでいいですね。これゴブリもあるんで、次守れる。オッケーオッケー。ワンチャン。ワンチャンなんか相手がやりすぎて、うわー、ワンチャン、え、来たくねこれ。来た。うい、うい、ウェイウェイ、待って。雪玉。あ、足りない足りない。やばいやばい、待って待って待って。待ってやばい、待って、俺の手が止まっている。あー、待ってこれ、やばい。え、雪玉だって足りないよね。うわー、待って、ゴブリンが殴る。うわー、惜しい。惜しい、これマジで惜しい。え、雪玉多分足りないですね。51だったと思うんですよね、僕の記憶上だと。そうっすね。あ、 56？ あ、でも57だった。結局他人は。なんであれは、ディガが殴ってる時に早めに雪玉打って、ディガを無理やりもう一発押し込んでいれば、勝ててた説ですね。はい、というわけで、今日ね、ちょっと負けちゃったんで、まあ、この辺で終わりにしたいと思うんですけど、よければね、こちらの、もうフレーバーでも、友達にね、仕掛ける時でも、何でもいいんでね、ぜひね、こちらの、意外と、強いので、ぜひ、こちら皆さん使ってみてください。というわけで今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。あのね、あのね、あのね、あの、キョキョさん動画がね、結構
龍宮山荘、この前ね、たくさん動画撮って、多分ね、1本多分すでに上がってるか上がってないか分かんないですけど、今後もね、またこの土日ぐらいで、土日月ぐらいで、もうボンボンボンと当たるんで、ぜひね、そちらも楽しみにしてもらえればいいかなと思います。では